こんにちはゆうじです今回は「グローバルエリート世界で成功する英語力とビジネス力を身につける方法」という書籍を紹介したいと思います。本書は、えー、日本の大企業幹部のコーチングを務めている外国人コンサルタントのコンビが書いた書籍となります。まあ、特にですね著者の一人であるロッシェルカップさんはですね異文化コミュニケーションとかグローバル人材の育成を専門とした人物で 日本人人向けの著作もですすね多数執筆している人物になります私もですねこのロッシェルカップさんのですね書籍はいくつか読んでるんですけれども、まあ、本当にこう世界で活躍するための知識が得られてこう参考になると思います。で今回紹介するグローバルエディトのですね、まあ、内容に関しては、えー、先ほど申し上げた、えー、外国人コンサルタントのコンビがですね 日本人のために開発した自分をグローバル化する方法というものをですね伝授すするといいう内容になっています例えばですねあの具体的な内容としては、まあ、外国人に評判が良いあるいは評判が悪い日本人の特性だとか、えー、日本にいながら外国の文化に触れる方法とか世界で通じるコミュニケーション術などですねこうグローバルエリートに必要な知識だとかは、まあ、ですね とかその実践方法ですねが惜しげもなく披露されているという内容になっています。その本書「グローバルエリート」ではですねその私が提供している動画のテーマでもあるですねグローバルに活躍できる人材になるためのですね知識っていうのが、まあ、得られる本じゃないかなというふうに思っています。でですねあととはこう日本人というものを を振り返ることもできますし、まあ世界中の人たちがどういうふうにビジネスをしているのかとかっていうこともわかりますので、こう普通の読み物としてもですね、楽しめるんじゃないかなというふうに思っています。まあグローバルに活躍したい方であれば、あのー、なおさらおすすめですし、まあ別にそうでもないよっていう方でもおすすめの本だと思いますので、えー、ぜひチェックしてみてください。 今回は、えー、グローバルエリート、世界で成功する英語力とビジネス力を身につける方法という書籍を紹介いたしました。以上です。今回も動画を見ていただきありがとうございます。